久保さん、おはようございます。ちょっと疲れましたね昨日はちょっとアテンドだいぶ鹿児島をアテンドしまして疲れたいやー闇金にしましょうか 闇金牛島くんにしようかな <laughs>。これね、言ってもいいみたいなこと言ってたんで、まあ、わし、熟成さんの鷲津さんっていう人がね、遊びに来たんですけど、あの、告白をしてくれまして <laughs>、実はですね、なんかあの、借金がいっぱいあったらしいですね <laughs>。実は。今まで言ってなかったけど。で、なんかその、戸市、余裕で借りてたらしいですね <laughs>。 トイチから僕はあの戸締とかそう闇金はちょっとあの怖くて借りれなくてあのまあ親に行ったんですけどうんそうなんかいろいろいろとそういろいろあったみたいですねやっぱね追い込みはすごいらしいですよ追い込みはリアル追い込みっていうね まあそ,れその話はちょっとできないんで借金があったっていうのはいいみたいなんでそうまあ人生いろいろっすねうんそうまああれですよあのー、何を信じるかっていうのは人それぞれ自由ですけどまあ一つ 僕は思うことがあるんですねこれは英ホの商人さんに言ってないですけどそのおそらくなんですけどおそらくですようんこう幸福の科学に入ってる人たちもあの一理あるみたいなんですけどやっぱりそのずっと信じて生きてきてるからあのそれをやっぱ払拭するっていうのはその人生そのものを否定しちゃう。 ことにななっちゃうんでなんかそのす、うん「すがる」という,う言葉が適切ではないですけどもうーん本当は本当の心の中ではこうしたいとは思ってるんだけどもただずっとエホバの証人として生きてるからうーんなんだろうな変えることが変えたいとは思うんだけど変えられないっていうジレンマが僕はあるんじゃないかなと思うんですよ。うーん だってはっきり言ってエホ,エホバの商人エホバだってイエス・キリストをね信じているんだろうながキリストオンリーでいいわけじゃないですか別に僕の話を聞く必要もないし聖書だけ見とけばいいわけじゃないですかキリストさんのお話だけ聞いとけばいいのにいや僕のとこに来たっていうのは何か感じるものがあって何かその 思思いがあったと思う,ん、ね、うん。でね。う。多分まあ、ジレンマと戦ってんじゃないかなとは思いますけどね。だから僕はその、変えない勇気も必要だけど、変える勇気も必要だと思いますね、人生には。うん、ステージ、ステージがあって、あのー、なんだろうな、自分がこうしたいと、今までこう,こう信じてたけど、いや、それは違うんじゃないかなと。 僕の車もそうですね絶対売らないっていう考え方を変えるっていう絶対売らねえって決めてた絶対っていうことすら変えてもフレキシブルにするし,していくっていうことがうん僕は人生をねあのよりよく生きていく一つのテクニックかなと思いますねうん 買えないものもの大事だし買えるものもの大事だだよっていうだからその海も荒波もあれば静かな時もあるだろうしうんだからその地球規模で言うならば地球のその環境の変化によって対応してきた生物だけが生き残っているっていう事実ですよね。その 気候に対応できなかった生物は滅んでいきますから、だから情報もそうだと思うんですよね。まあ、情報が流れていて、その情報に対応できる人がうんうまくその情報を使って人生を生き抜くし、でもその情報に支配されちゃうと、うーん変えることが難しいみたいな。 今までその僕はね、ソフトバンクのソンマセイさんのこの言葉が本当に好きなんですけど、未来は分からない。確かにそうだと。だけど、そう言ってる人たちっていうのは、未来のことを本当に考えようとしてないだけじゃないのかと。もしそうであるならば、それはどうなのかと。うん、確かに未来のことは分からないと。でも未来のことを、それは考えようとしてないだけではないかと。それはどうなのか。 みたいな、ね、そうだ常にやっぱ模索していく自問自答していくっていうのが大事なんじゃないですかまあ僕も独立して5年経ちましたけど、まあ、常にね自問自答してこのままでいいのかなどうなのかな変えるべきものと、うん、変えちゃいけないもの何なんだろうかっていうやっぱこれはアドラーの心理学でもその変えるべきものと、えー、変えないもののこの見極め がどれだけ大事かっていう出てくるんですけどうんここの見極めができればねあの人生はより良くなると思いますねでも見極め非常に難しいですね変えちゃいけないものと変えるべきものっていうのはでも僕は一つ答えがあってこの情報発信っていうのは変えないそれはもう決まってるんですけどでなんでそれは変えないかっていうとまあ ただでできるってい,う話です、ね、いくら動画撮ってもただあのランニングコストもただ月額費用もない、まあ、YouTube はね、まあ、今後は変わんない分かんないですよでも YouTube が月額10万とかね100万とか撮るっていうサービスに変わるってことは僕は考えづらいかなと思います例えば Gmail とかもあの何、ー、だろうな多分もうなんすかねあのー 何兆アドレスとかあるんじゃないですか。おそらくでしょ。一人の人が Gmail ね、3個とか4個持ってた、まあ僕なんか Gmail30 個40個あると思うんで、まあ一人1個だけですよっていうわけではなく、何個も付けたりするわけじゃないですか。うん、だから相当の数のアドレスが Gmail に関してはあるんじゃないかなと。まあ Yahoo メールとか。まあそれにしそれでも、タダでやってますからね。 Google つますごいなと思うんですけどうんまあ買えるべきものと買えないものは難しいですね、うん、風呂入ってきます